神奈川県人権ケアセンターです。下にアドレスを載せてました。自転車の記事で、熊谷市安倍元首相国葬反対でも参加者に同和補助金から日当と交通費が出ていた。まあどういうことかっていうと、まあ、同和補助金っていうのはまあ税金ですよね。うんえー、ぶっちゃけまあ解放同盟にあの税金から補助金が出てて、まあそのお金を使って、えー、2022年9月27日、えー、と安倍 ま、安倍元総理国葬反対でもって言って、ま、呼びかけてやってたんですね。あの国会事情前なんかで。で、東京新聞とか、朝日新聞とかも大々的に報じてました。NHK なんかもそうですね。まあ、そのデモに税金から2人動員してたっていうことですね。日東1人3000円。で、あと熊谷から国会事情までの往復交通費が出てたと2人。で、この記事に関しては、ま、かなり話題になりまして、なんかね、 えー、長田町の政治記者の間でもね、この記事が話題になってたっていうんですね。まあね、デモに税金ですからね、なかなかインパクトのある話で、まあ私が発信源なわけです。で、これについて、まあ今更ながら改めて解説しようと思うんですけども、えー、補助金っていうのは熊谷市動画対策振興補助金なんですよ。で、私ちょっと埼玉の方から、 ま、埼玉ね、いろいろ同和関係でまだお金が出てるってことは知ってたんですけども、熊谷市が一番ひどいっていうふうに私聞いたんですね。で、あとね、まあ、いろいろ噂に聞いてたのが、あの、僕はあの、全国部落調査の事件でね、解放同盟から裁判で訴えられてるんだけども、裁判費用なんかも補助金から出てるよみたいなことは聞いてたんです、噂としては。で、熊谷市にね、情報公開請求してみたんです、今年。で、そしたら来ましたよ、書類が。 えー、もうね、段ボールに入った書類がボーンって届きました。あの、結構な枚数なんでね、コピー代だけで900、9000いくらとかかかったんですけどね。まあ、それで見てみるとですね、やっぱり出てましたよ。あの、私の裁判にね、2人だったかな。あのこれも日東とね、えー、東京地裁までの交通費が出てましたよ。童は補助金から。で、そういうのをずっと見てたら、 もうこんなのもやこんなのも出てるのかってことで僕は気がついたんで記事にしたんです。まあそれが、あの、安倍総理の,あの国葬反対デモにあのお金出してたっていうことですね、ニで、まあ、たかがね、6000円プラス交通費5360円、2人分って言うかもしれないけども、 あのこれ、熊谷市だけですからね熊。熊谷市以外はやってないのかっていう話になりますよ。うん、たった2人じゃないかって言うて、そんな全部のね、全国の自治体の公金の流れなんか、僕1人だけじゃ調べきれないから、まあ僕は熊谷市がやってるんだったら、じゃあ他もやってるでしょって思い,思いますからね。まあ2人出てるっていうだけでも十分問題だと思うし、多分絶対2人じゃないだろうって思ってるわけです。はい まあ何十人何百人か分かんないけども、もういろんな自治体のお金の流れを追ったらいうも出てくるんじゃないですかで、この東和補助金なんですけども、ええー、まあ解放同盟と、あと、ブラックイを愛する会、県北同和会、あと人権連ですね、共産党系の。そこにも出てるんですね。で、解放同盟に関しては、えー、2022年,2022年の実績で、えー、補助額は836万8千円。で、全体の予算が1 0 2 1250万7993円なんですね、えー、ということで計算してみるとまあ独自財源はほんと一部で7割近くまあ正確には 66. 何パーセントぐらいが税金なんですよ。でまあそれをごっちゃごっちゃにしてまあ税金はこれ税金独自財源はこれっていう風に分けずにざっくりまあ使ってるんでまあそのまあこの税金がね入ってるお金がこのデモの動員に使われたって というここになるわけですでこれ、ね、他にもいろんな問題があって、まあ、解放同盟に関してはね実は一番多いのがあの上納金なんですよね解放同盟っていったら県連があるんですよ。この熊谷の熊谷っていったら熊谷市長という市の協議会があってその下に各部落ごと,ごとの支部があるんだけども、まあ、この市長に出されたこの補助金をですねえ各支部にばらまいてでさらにはあの上の県の方に 上納してるんですよね。県連の方に。で、他にもいろんな全国大会だとかなんとかっていう、その大会があったら資料代だの、日当だのっていう、負担金だのっていう形で解放同盟が出してて、そういうのに関してはね、身内の団体で領収書を切ってるわけです。例えば解放新聞だったらなんか、熊谷ブックセンターとか言って、これ実質的には解放同盟じゃないのって思うような、その団体名で、 この領収書切ってあって。で、それが実は一番大きいんですね。だから、こうやってその、まあ、デモに動員してましたっていうふうに、その実際の使い方がわかるのはごく一部であってですね。他は身内の団体で領収書切ってるから、 まあ、その、何百万円、まあ、相当な金額が、もう実際最終的な使い方って分からなくなってるんです。だから、この独自財源っていうのも分かんないんですよ。その独自財源っていうのも、実際は、じゃあ他の自治体のお金をなんかこうやって独自財源としてね、回り回って入ってきてるんじゃないのっていう気もするから、まあ、実際のところその税金の割合がどれくらいっていうのもね、最終的な人がどうか、どうかって分かんないんですよね。解放同盟に関して。で、他の団体、まあ、人権連、えー、 愛する会同和会に関してもまあ、同じようなことをやってます。身内の団体でね、えー、上納したりそう資金を回し合って領収書を切ってるんです。もうわかんないですこれ。で愛する会に関してはあの伊香保温泉とあと伊豆に行ってるんですね。でな,なんか明細見ると入湯税とかも計上してるから一応研修旅行っていうことになってるけどもこれ温泉旅行じゃないのとでま同、あ、和会に関してもこれも、えー、日光って って書いてあるんで、まあそれ観光旅行じゃないですか。で、人天連もなんか群馬って書いてあるんですけど、群馬のどこなのかっていうのはわかんない。まあそういう、まあ使い方っていうのも、まあかなりいい加減ですね。で、なんでこんなことになってるのか。えー、ちょっとね、この記事を見た方からちょっとね、教えていただいたことがあるんだけども、まあかなり遡って2010年に遡るんだけども、 実は、あの、埼玉にランザン町っていうところがあるんですね。そこも同じようにこういう感じであの団体に補助金出してたんですよ。で、それでその内容っていうのがね、あの、用途を調べたら、まあ、温泉旅行があったし、あとはあの、ダンス教室なんかにも使ってたんですね。で、それで実は共産党系の人だと思うんだけども、住民監査請求して住民訴訟を起こしたんですよ。ところがですね、その結果で、 あの、税金で温泉旅行をやってもいいっていう判決を出してしまったんですよ。裁判所が。ダンス教室もいいって。まあ、ざっくり団体補助金っていう形で出してるわけだから、まあ、団体の活動に関しては、あの、使ってもいいよみたいな感じで。ただね、地方自治法じゃあ一応、補助金って公益目的以外には使えないんですよ。本当は。だから実際それでこれはダメっていうふうになって、住民訴訟で負けた例なんかもあるんだけども、 ドアの場合は温泉旅行をしてもいいんですよね、裁判所としては。まあ、どんだけドア特別なんだ、特殊なんだって思うんだけども、う裁判所はそういう判断してるんだから仕方ない。だから、温泉旅行やっていいんだったら、あのー、安倍晋三元首相の国葬反対デモに動員したっていいんじゃないかっていう話に、まあ、なっても不思議じゃないですよね。だから、そんな悪いなんて思ってないからこうやって堂々と出してきたんじゃないですかね、こうやって書類を。 という考えもあるんだけども、ただね、埼玉県の他の自治体だとね、結構あの、乗り弁状態出てくるんで、あの、団体面なんかも隠したりしてね、出てくるんで、うんだ,けだから、熊谷市っていうのはまあでも、まあ良心的な方とも言えるんですよ。うん。まあ悪びれてないっていう考え方もあるんだけど、だからまあこうやって熊谷市に限ってはこうやって全部あの、用途出してきたっていうあたりのなんか意図があるのかなと思ってるんですよね。 で、ちょっと話は戻って、この日当3000円2人。まあ、せこい金額ですよね。これね、昔だったらね、ほんと日東2万円とか出てたかもしれないですね。童話対策の最盛期だったら。まあ今はこれぐらいの金額なんですね。まあさすがに、まあ日東1万とかも出せないんでしょうね。1万ぐらいになるとさすがにもう完全にアルバイトになっちゃうんで。ただ、とはいってもね、3000円と交通費が出るっていうことなんだから、 まあ交通費は負担しなくていいでしょ、し3000円あったらね、あのー、まあ、朝ごはんなんか家で食べていくとして、お昼のランチと、さらに夕方にちょっとね、あの、軽く1000ベロぐらいできるじゃないですか。昼間にね、1000円ちょっとでランチ食べて、うん、2000円当てればもう1000ベロどころか2000ベロぐらいのことができますからね。でそれで まあ、動員される人っていうのも、あまり若い人が動員されるようには思えないですね。もう埼玉の解放同盟、まあ埼玉に限らず解放同盟ってもう老人ばっかりね、ばっかりなんで、それこそあの、年金暮らしして、あの、もう暇してるような人が、えー、3000円もらってね、で、まあ交通費も負担してもらって、で、東京まで行って、 まあ、その、デモできるって言ったら、まあ、ちょっとした娯楽みたいなもんですよ、本当に。暇な老人にとってはね。だから、まあ、たかがこんだけの金額って言っても、まあ、動員に使っていることは、まあ、事実なわけです。で、まあ、まあ、先にも言ったように、 これ、ほんと、熊谷だけですからね。私がこうやって、こう見て、たまたま出てきたっていう話なんで、じゃあ他の自治体でもやってるんじゃないかって言ったらやってると思うんですよ。で、それを全部追い切れないと、熊谷はこうやってたまたまちゃんとね、黒塗りせずに出した、出してきたけども、も他の自治体だともう何でもかんでも黒塗りにするんで、そういうのになるとわかんないんで、まあ僕は氷山の一角だと思います。ということで、まあこういうことが、童話だとまかり通ってる。まあとにかくね、あの、 デモに日東っていうことだけ覚えてください、これね。あの、なんかネトウヨバイトとかなんかそういうあの自民党サポーターにあの日東が出てるみたいな話があったけども、でも、まあ、これね、この、僕は初めてじゃないですか、こうやってちゃんとその、ああいうね。 い、いわゆる左翼というか、そういうリベラルというか、まあ、左翼なのはリベラルなのはわかんないですよね。これ、もう、うあっていうちょっと独立したカテゴリーだから、なんとも言い難いんだけども、とにかく、いわゆるこういうプロ市民系のデモに、こう,う税金からお金が出てるっていうのは、もう事例としてあるんだと。あるかないかって言ったらあるんだっていう。まあ、そのはっきりとした証拠が出てきた珍しい例が、例だと思うんで、デモで税金。まあ、このキーワードだけ覚えておいてください。ということで、今日のね、お話でした。